令和元年11月12日火曜日午前0時3分千葉県我孫子市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す埼玉県桶川市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す栃木県大田原市市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊すということで、えー、皆さんこんばんまんじゅうでございますえー、っとですねはいえー 栃木県大田原市は、えー、猪瀬正明さんが、えー、立候補を現在されております。えー、栃木県大田原市の皆様、ぜひ、清木票、投じていただきますことをよろしくお願い申し上げます。そして、そして、埼玉県の桶川市は、えー、町田俊光さんが立候補をされております。埼玉県の桶川市の皆さん、清木一票、よろしくお願いします。 えー、千葉県安子市は、坂本雅彦さんが、えー、立候補、現在されております。ということで、えー、安子市の皆さん、えー、ぜひ坂本さんに、えー、清一票、投じていただきますことをよろしくお願い申し上げます。ということで、えー、え、なし、市議会議員選挙。 三宅さん、当選いたしましたおめでとうございますーイエッイイヤッホーということで、はい、えー、ほんとよかったなというね、作戦成功ということで、やはり、まあ、あの、立場の投手が、あの、市長選の方にも、やはり、えー、出馬していたことから、まあ、あの、まあ、すごい高成績な、え二、ー、26位、六人中、えー、20番目の当選、 だったということで、まあ非常に本当に良かったなというふうに、すごいなというふうに思いますね。で、まあ私はその初日とですね、えっ、ー、と二日目とボランティアに行かせていただいたんですけども、まず私が率直に思ったことは、あの、三宅さんの陣営にいているボランティアの方々がめちゃくちゃ熱量高かったですね。すごい、な,なんて言うんですかね、その、 もう徹底的に、もうその、なんて言ったらいいですかね、もう本当に抜け目がないというか、もう完璧ですよ。もう、あの、なんて言うんですかね、支援者の中でもかなり、もう現職の議員の方ばりに、もう完璧な、その、選挙活動のフォローをされてな、たなというような印象です。ちょっと名前とかすいません、ちょっと私わからないんですけども、 皆さんすごい熱量の高い方々で、もう完全にバックアップされてるなっていうのはすごかったですね。はい。で、あの、それだけじゃなくて、なんていうんですかね、モラルとかマナーも素晴らしかったんですよ。例えば、選挙活動が終わって、みんなで打ち上げ行った時も、まあみんなコンビニとかで、えー、買って、ね、買ったり、飲んだり、ね、食べたりするわけじゃないですか。それのご、ゴミとかも、 ゴミ袋持参して、全部のゴミ全部集めて、僕が、あのー、持ってたゴミも、あのー、あ、いいですよ。こちらの方のゴミ箱に、ゴミ捨ててくださいとか言って持ってきて、なんか、その、取りに来てくれるんですよ。わ、すごいな、素晴らしいな、っていうふうに思ってましてですね。はい。なんかもう、そういう方々の、やっぱり、あのー、本当に、あのー、ご活躍もあったんやろうな、っていうふうに思いますし、 あの、ポスター張りの時なんかもね、もう全部、えー、あの、ピン止めしてて、えー、マップでね、えー、ピン止めしてて、もう、ここを押す、そこを押しただけで、もうそこにね、ナビが設定されてっていうようなことも全部やってましたし、 多分あれ誰に言われたわけでもなく多分やってると思うんですけども、ちょっとすみません、わからないですが、でもとにかくすごい、あの、熱量の高い方々がたくさんいたなっていうような印象です。それとですね、で、まあ二日目、帰るときなんですけども、帰るときに、三宅さんが、黒瀬さんと、あ、 で、僕もあの、三宅さんと、すいません、ちょっと、あの、二日間しか入れず申し訳ないです、と、あの、帰らせていただきます、って言った時に、三宅さんが、あの、ちょっと小走りで寄ってきてくださって、もう、僕の手をギュッと握って、で、僕も、その、三宅さんの顔を見た時に、三宅さんの目がもう真っ赤になってたんですよ。あの、もう、その、なんていうんですかね、なんかわからないですけど、ちょっと、その、ごめんなさいね、 なんかちょっとドラマティックな言い方をすれば、なんか泣きそうになってるんですよ。泣きそうになって、もう声を震わしながら、クロセスありがとうございましたって言ってくれたんですよ。僕その時に、もう三宅さんの人からに感動してしまって、こんなに素敵な人を、 なんやなって。まあ、人柄だけでね、その選挙を当選してるわけではもちろんないっていうのは分かってますけども、改めて美奈市の方は、で、あの、三宅さんに投票していただいてる方、間違いのない選択をされてらっしゃるなっていうふうに思いますので、本当に胸を張っていただいた、あの、胸を張っていただきたいなと思いますし、 本当に、あのね、えー、NHK が国民を守る党にご支援いただきましてですね、本当にありがとうございました。ということで、えー、三宅さん本当におめでとうございました。選挙活動、政治活動、ご苦労様でした。えー、ということでございましてですね、えー、まあ、またね、現職の議員が一人増えたということでございますけども、まあね、あの、まあ、いろんな、あの、まあ、お声がありますよね。 やはり NHK から国民を守ると、ね、あのー、人柄だけではやっていけないっていうようなね、お言葉いただいたりとか、ね、立花党首ね、あのー、まあ、過激派だかなんかとかって言うてね、あのー、政治とかには、あの、関わらないでほしいとかっていうお言葉と、あのー、お声とかもありますけども、これはですね、私が思ってるのは、とても、あの、これは本当に大事なことを、 だなと思ってるんですね。それどういうことかと言いますと、まあ、NHK から国民を守る党という党が、どん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 その統制拡大を図ってきたっていうことは、この YouTube を駆使して、えー、まあ、その統制拡大を図ってきているわけですけども、この、えー、立花党首がこの YouTube を駆使している、そしてこの SNS などを活用、YouTube や SNS を活用して、まあ、統制拡大を図ってきているんですけども、これは、あの、本当に、あの、世界中の政治家、 たちが駆使している政治的戦略と完全に一致しています。あの以前ね。私もあの youtube の動画でお話させていただいたメキシコのオブラドール大統領。この方ももう現在国際的に活躍している大統領の、えー、方になりますけども、この方ももう長い年月をかけてですね。もう10年10年以上の歳月をかけ、youtube でメキシコ。国民の方々に本当にこの政治の真実のみを国民メキシコ国民に訴え。 え続けたんですねでメキシコ国民の方々は本当に政治に希望の光とかはなかったんですけどもこのオブラドールのオブラドール大統領のこの youtube を見て、えー、皆さんがこうどん,どん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 その、えー、オブラドール大統領に注目していってどん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 チャンネル登録者数が増え続けてですねであのー、まあ まあ、現在はメキシコのあの大統領になってますけども、えっと、イギリスのですね、これジョンソンえ首相もですね、え、YouTube を駆使していっただりとか、まあ、本当にその政治的にこの YouTube をどん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 駆使していっているっていうことが、え、この国際的に、え、まあ、もう政治的な部分で使っていっている、あの、その一つのツールというか、まあ、武器というか、え、いうことになります。やはり、その、 メディアやマスメディアに囚われない。その、情報を変更報道されない。 真実を訴え続けることができる、これはもう何よりも大事な、政治、政治にとって何よりも大事なことなんですね。その自分が本当に思ってることを伝えていくっていうことが大事なことです。まあね、立じま、あの、当時ね、あの、頭賢いんでね、エンターテイメント性も非常に、あの、飛んだ内容で、ね、あの、もう、その、もう本当に面白いようなこともたくさんありますけども、話題性はもうガッチリ掴んでますけども、まあ本当にそういうところもあ,ありますが、 えー、実際に頭のいい人たちだけが政治をやるっていうのは、これは絶対に良くないことだと私は思っております。それはなぜかと言いますと、頭のいい人たちだけが、この政治というものの実権を握って、えー、まあ、その、まあ、政治をやっていくっていうふうになったとしても、これは非常に危険な状態なんですね。それは何かというと、世の中の流動性というのを生み出せないということなんです。 まあ、あの、何度もね、あの、言ってはいるんですけども、私も。あのー、もう、凝り固まってしまうんですよ。頭のいい人たちだけが集まって何かをするってなったら、やはり世の中の順応性とか、えー、そういったものを引き出すためには、やはり、頭のいい人もいれば、 一般市民の人たちの気持ちや考えが分かる人たちもいないとですね、やはりこういうもので世の中の流動性を生み出すっていうことが何より政治にとって大事なことなんです。それはまあ政治だけではないかもしれませんけども、でも実際に大事なんですね、こういったことは。 はい。まあ、とてもあの学校の仕組みと少し似ているかもしれませんけども、まあ、確かに立法府とかっていうのは法律を作っていく立場なので、まあ、そういう法律のことに対して、やはり理解している人たちがやるべきなのかもしれないですけども、でも実際に法改正をやるかやらないかって言ったことっていうのは、やはりもう見ていただいてもわかりますけども、この政治もう何十年と進歩がないんですよ。特にもうね、あの、NHK 問題に、 あの、関わらずですよ。まあ、なんなら今年の5月29日に NHK の、そのね、あのー、インターネットのね、同時、えー、配信をですね、まあ、国会で可決成立してるんですけども、改正放送法ね。これほんまに皆さんどう思いますわかりますよね。携帯とかパソコンがあるだけで NHK の受信料が取れるっていう仕組みを作ったんですよ。これ、わかりますよね、皆さん。 国会議員でね、他の政党、誰、どこの党として反対出さなかったんですよ。皆さんめっちゃ高学歴ですよ。めっちゃ高学歴ですよ。もちろん NHK のこと裁判にかかって最高裁判所の検察、えー裁えー、裁判、裁判官、この人たちも皆さんめっちゃ頭いいですよ。 もう、あの、大学院出ててね、あのー、ま、博士課程とかね、そういうの取ってる方だったりとか、まあ、もちろん、ほか大学院ね、こういったものを卒業されてる人たちですよ。もうめちゃくちゃ、スーパーエリートですよ。ね、東京大学を出てる方とかね、あのー、もう、それこそハーバード大学を出てる方とかもいるんですよ。めちゃくちゃ賢い人たちいっぱいいるんですよ。でも、そんな人たちが集まって、じゃあ国会で何やってんねんってなったら、 よさ、わかりますよね。携帯とパソコンがあったら NHK の受信料取れるようにしようって、いうこれ可決させるんですよ。これはどう考えてもトラブルになるなとかってわかるじゃないですか。今現時点でもテレビがあるとかないとかたったそれだけで、もうこの NHK の集金人と、この一般日本国民の方々とトラブルがたくさん耐えないわけですよ。そんなことが、 国会議員の人たちは分からないんですよ。なぜかって言ったら国民の声を知らないからですよ。現場を知らないんですよ。だからこそそういうことをちゃんと国会に届けていくっていうことが何よりも大事なんですよ。それをどこの党がやるんや。間違いないです。NHK から国民を守る党がやってるんですよ。 これはものすごく大事なことなんですよね。世の中のこの世の中のこの日本のこの国の政治の流動性を生み出しているのは明らかに NHK から国民を守る党です。そしてその NHK から国民を守る党のやはりこの力がどんどん大きくなればなるほどやはり反動も大きくなるのでものすごくやっぱそのえーまあね、議論を大きく多くあの 呼び起こしますよね。なので、非常に、あの、NHK が国民を守ると叩かれたりとか、ね、なんか、まあ、要はディスられたりとか、ね、まあ、またそれを肯定する声をですね、あの、いいぞとかね、N 国と行けとかね、あの、NHK をぶっ壊すとか、スクランブル放送会してくれとかね、こういうことが、どん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 議論が生み、生まれれば生まれるほど、NHK が国民を守るとの認知度っていうのは高くなりますし、非常にこれはピンチからチャンスになっていくわけなので、まあ、本当にね、あの、どんどんどんね、まあ、 か国民を守るとねこの市議会議員選挙、ね、えー、まあ現在3つ、3市がですね、えー、まあ同時に公示日ということでね、立候補皆さんされてますけども、まあ、本当にね、ちょっとあのー、もうなんとしてでも皆さん 当選していただきたいというふうに思っております。本当に、えー、選挙、えー、活動のボランティアとか行けず、ちょっと申し訳ないなというふうに思っているんですけども、ね、えー、まあ、ほんとそういったこともありますし、まあ、実際ね、あのー、またね、そういう、あの、韓国問題とか、そういったこともね、ありますし、ね、また、あのー、昨日ですかね、あのー、日本の、えー、尖閣諸島の周辺ですね、中国の、えー、漁船、漁船、 中国の漁船とか航船ですかえー、が、えーは、はあのー、まあ、そういう発見されたりとかっていうこともあ,あ、あってですね、そういったことに対して、じゃ日本の政府って何してんのかっていうことって、あんまあ、皆さん分からないですよね。拉致問題のこととかもはっきり言って全く進展しないじゃないですか。でもこの人たちみんなさ、国会議員の人たちめっちゃ頭いいですよね。官僚の人たちなんかも、の人たちももちろんめっちゃ頭いいですよね。じゃあ実際に何をしてんのかって話なんですよね。 やはりこういうことを考えたときに、本当に、その、頭が賢い人と、行動力があるって言ったりとか、勇気があるっていうのはまた別なんですよ。で、実際に、NHK から国民を守る党の立花さんは、もう立花当初はもう、賢者です。間違いないです。間違いないです。もうこのね、既得権益と戦うっていうのは、ものすごい疲れるんですよ。ものすごい苦しいんですよ。なぜかと言ったら、普通の人であればですよ。泣き寝入りするんですよ。 NHK の受信料とかね、契約のこととかっていうこともね、もうね、けこ、ね、権力をね、やっぱりもうどん、しかも国家権力みたいなもんですからね。日本の公共放送局ね、まあそう、もちろんそうですし、まあもちろん司法のこととかもいろいろありますけども、そういう国家権力にやっぱり立ち向かうとですね、もう叩き潰されますよ。ちょっと前の日本とかであれば、もうよ、まあね、今でもどん、 もう、メディアやマスメディアはね、N 国と叩き潰そうとしてますけども、でも YouTube があるから生き残ってるわけじゃないですか。かはい、こういったことがなけ、こういったものがなければ、もうね、ちょっと前の日本でも叩き潰されてるわけですよ。はい。ってことは、じゃあ実際に NHK のことに対して嫌やなと思ってる人たちはみんな泣き寝入りするわけじゃないですか。個人で戦っても誰も守ってくれる人がいないから、 なんかもう不安で、今日、不安であったり、もう諦めのね、もうその、諦めですよ。もう国民を諦めるんですよ。だけどそういったことが、どん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 この YouTube っていうものを通してですね、この国民に、日本国民に真実を伝えていけるっていう、そして日本国民が興味を持てば知ることができるっていうような状態になってるっていうことが、とても何よりも大事じゃないですかそれを明らかに、 この日本の国政政党で、もう、第一線で、そのムーブメントを作っているのは NHK から国民を守るとです。これはもう間違いないです。なので、まあ非常に、まあ、その、パイオニア的な存在でありますので、もう最前線でやってますのでね、もうとにかく叩かれることはもう当たり前のようにあると思いますし、ね、それでも、もう皆さん、え、夢を持ってですね、え、もうすごいドラマティックだと思いません 皆さん想像できますこの何十年後かにですよこの何年後か何十年後かに国会でですよ参議院衆議院の議決を3分の2以上議席を取ってですよ国民投票してスクランブル放送会になるその時をどないなってます皆さんどう思います多分 もう、改正ね、そのスクランブル放送家になるって言った時 NHK から国民を守るとの人間はもう全員右腕をね、上に振りかざして、日本国民でもの方もね、NHK から国民を守るとを応援してくださっている皆様も、もう万歳ってやってね、初めてその時に涙を流したり、ね、もう本当に NHK のことで嫌やなと思ってた人たちが救われたり、 そしてそれを選べる。半、自分でそれをね、考え、決定することができると自由を手にできるわけじゃないですか。こんなドラマティックなことはもう他にないですよ、なかなか。そんなことを NHK が国民を守るとやろうとしてるんですよ。めちゃめちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃドラマティックで、すごいことを今やろうとしてるわけですよ。それを誰もね、例えば年収1000万、2000万ある人からしたらね、 NHK の受信料やろそんな払ったらええやんと思ってるんですよ。でもそんな人たちだけが日本国民全員じ,じゃないじゃないですか。実際に見たくないっていう人もいるわけじゃないですか。NHK のテレビで番組なんて子供に見せられへんわと思ってる人もいるわけですよ。はい。払いたくないって。テレビ見たく、テレビ見てないって。うん。そういう人たちもいるわけなんですよ。その人たちにも主張があり、権利があるわけですよ。その人たちの権利を、ね。 ちゃんと認めてくださいって言ってるわけであんで、そういったことが世の中の公平、不公平や不平等をなくしていくんですよ。この憲法を改正していく、ね、えー。日本国憲法第96条、ね。憲法改正。これはね、この日本の国家最高法規ですよ。この日本国の最高法規はもう法律だと。法律を尊重し守るということですよ。この、 国家のこの威厳をですね、やはりもう最大限に、やはりこの、行使していく。だからこそ、間違えた法律は変えていくっていう。この憲法を改正していくっていうことが何よりも大事なんですよ。本当に司法とかも、やはり変えていかないとダメですよ。なぜかというと、その正しいことを、間違えてないことを主張してる人たちが、もうこの日本の国家権力にやられて、悲しい思いをし、心も、 身もボロボロになっていくわけですよ。そういったことがない、不平等のない世の中にしていくために NHK が国民を守るとは戦ってますから。マジで NHK は本当に日本のは、日本犯罪協会ですから。もうこんなに犯罪があって許せないですよ。ほんまに。明らかに NHK の集計人はいらんでしょう。クレジットカードを渡せば、そのカードの個人情報を悪用しようとするんですよ。 怖くて、怖、怖すぎて、クレジットカードなんか渡せないでしょ。支払いとかで口座番号言えないでしょ。怖すぎでしょ。悪用しますよ、あいつら。はい。ちゃいます思いません、皆さん。悪用しますよ。はい。明らかに。もう逮捕者出てますからね。はい。もうね、なんかあったらね、NHK の関係者、職員、も、ね、職員とかでもなんかあったらすぐ犯罪起こすんですよ。性犯罪起こしたり、覚醒剤やったりね。 するんですよ。ほんまに。もうおかしい、立ちの悪い連中の集まりですよ。そいつら言っとくけど皆さんめっちゃ高学歴なんですよ。その人たち、高学歴の人たちなんですよ。はい。もうね、あの、頭がいい人だけがね、この国を何かできるなんて思っとったら大間違いですよ。ほんまに。この、このね、賢者というのを、賢者が必要なんですよ。この国に。今、そしてこの国に何より大切なことは革命なんですよ。 そう、どんなことがあっても、どんなこ、どんな辛いことがあっても、回復し、立ち上がり、立ち向かっていくと。その道を、その道の問題を解決していくっていうことに対して、諦めないこの、たった一つの、この思いなんですよ。賢いだけが全てじゃないですから、そんな人間はっきり言って僕からしたら浅いですよ、そんなん言ったら。 賢い人がね、最終的には勝つかもしれません。でも、NHK から国民を守る党には、今、浜田さんとかもいるじゃないですか。立花さんだけじゃないですよ。東京大学、京都大学、医学部、ご卒業されてるね、方もいます。はい。もちろん、丸山穂高さん、この人も東大です。ね。まあ、だから、いっぱいいるんですよ。今回の衆議院議員選でもね、出てきますよ、高学年の人たちがいっぱいね。だから、まだまだ NHK から国民を守る党の活動は、どん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 、 えー、広がっていきますし、面白くなっていきますので、えー、ね、どん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 本当にこの市議会議員を生み出していくためにも、まあこのね、 えー、千葉県の阿孫子市、えー、埼玉県の桶川市、えー、そして栃木県の大田原市ということで、ね、えー、現在3人が立候補中ということで、ね、えー、もう本当に皆さん、えー、寒い中ね、風邪、えー、引かないようにですね、ご注意いただきながらですね、あのー、もう、当選をですね、お祈りいたしております。はい。ということでですね、えー、本日も動画の方ご視聴いただきまして、ありがとうございました。 えー、千葉県、えー、アビコ市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。埼玉県、桶川市市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。栃木県、大田原市市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。